ました。東京体育館です。全国制覇、その高みが少し見えてきました。しかしここはまだ上りの8号目、春高バレー全国大会、戦いの場はついにセンターコートに移されました。男子の準決勝第1試合、熊本県代表鎮西高校対東京第一代表東洋高校の一戦をお伝えをしてまいります。解説は元全日本 V リーグでは東レアローズで活躍されました小林篤さんの解説でお伝えしてまいります。小林さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、いよいよセンターコートになりましたね。ですね、また独特の雰囲気になりますよね。はい。さあ、まずは両チームのスターティングメンバーご紹介してまいりましょう。まずは東京代表の東洋高校からです。センター線が188センチ、4番の手塚、5番の並木、サイドはレフトに今大会屈指の高エース、注目の2番の柳田、そしてその対角に6番の桑織、ライトには今大会好調の1番の岩橋です。セッターは昨年春の選抜大会1年生ながら優勝を経験した正セッター関田、リベロは11番のスーパーリベロ小芝を入れています。そして監督は北畑克夫監督、56歳、監督歴25年の名将です。さあ、一方の鎮西でありますが、センター線が1番の村上、12番の2年生191センチの福山、サイドはレフトに全日本ユース代表キャプテンの池田、今大会屈指の高エース、そして4番の久木原、ライトは5番の日車、セッターは全日本選抜の正セッター2番の田尻を入れました。リベロは8番の尾形優也、そして11番の柴田を起用しています。監督は監督歴36年、もうこの春高の顔、旗野沙央監督、65歳です。さあ、いよいよこの大会男子の準決勝第1試合がスタートを切ります。そして小林さん、はい、この名将旗野監督が今年限りで、優待といいますかね、はい、この引退を表明されているということで、はい、ちょっと寂しいですね、名将、はい、そしてこの名将が最も愛した大会がこの春の高校バレーでした。はい、旗野監督にとってこれが最後の春高になります。そしてね、小林さん、はい、このあと2つ勝って、はい、チャンピオンとしてこの東京体育館を去るのか、それとも今日の試合がこの旗野監督の春高最後のゲームになるのか、選手たちもね、その辺の旗野先生の思いは伝わってるでしょうからね、その辺を気に感じてしっかりと戦ってもらいたいですね。ということはね、鎮西、そしてこの東洋、昨年の3月の春の選抜大会の決勝戦の顔合わせですよ。それに鳩野監督の最も愛した大会、最後の大会がかかっているということになれば、鎮西はもうこれは嫌が上にやるしかないでしょう。もうそういうことですよね。はい、男子の準決勝第1試合、どういうドラマが待っているんでしょうか。熊本代表鎮西対、そして昨年春の3月の選抜大会優勝チーム東洋高校の一戦です。小林さんはどういう試合展開予想されますか。もうやっぱり東洋の柳田君ですよね、はい、柳田君中心のバレーになるでしょうから、それを、はい、鎮西高校のブロック、ブロック含めディフェンスなんですけども、はい、そこはどれだけその対応できるかというところが、ね、大きなキーポイントになると思いますね。やっぱり見てみたい。見てみたいですね。さあ、試合が始まります。鎮西のサーブで入りました。これはアウト。エンドライン1回狙ったんですが、1番の村上達也サーブ失敗で、ファーストポイントは東洋高校に入りました。1回でどうですか、何かまだ硬いようなそんな感じがしますか。そうですね、まだ始まったばかりですからね。センターコートですからね、今日からね。セッターに戻る、高い位置で押し込んでいった。チャンスボールになる。今度は誰を使うかな。田尻上げてライトから2枚ブロック、ブロックで止めていきました。ね、並木龍、はい、並木君そんなに身長大きくないんですけどね、ブロックの手の出し方がいいですね。181センチなんですがね、はい、非常にこの人はこの手の出し方あたりを工夫しているそうですね。あ、そうですね。サーバー4番の手塚バックに振って返すだけ、チャンスボールになる。関田高い打点、2番の柳田、そうですね、早速見せてくれましたね。それぞれ東洋高校が3ポイントをリードしています。3対0。ちょっと鎮西高校はサーブレシーブが乱れてますね。そうなんですよね、集中してもらいたいです ね。これは入りました、はい、ライトに入って2枚で抑えに行く、
東洋バックに振ってレフトから、はい、12番の福山君、センタープレーヤー、ね、そうなんですよね、はい、ですけど今サイド攻撃しましたね、この辺りが鎮西府な大体どこでも打てるような感じには鍛えられてきますよね。やっぱり鍛えられてますね、畑野先生に鍛えられたんでしょうね、はい、さあ田尻のサーブはいいんですがセッターに戻った、はい、関田が入れて後ろ襲う、さあ取れるかな、8番の大型勇気が飛び込んだんですがボール上がりません。今ね、田尻君のサーブでサーブレシーブ崩したんですけどね、はい、それを関田君がうまくクイック使って切りましたね。そうですね、サイドは取りましたね。さあその関田がサーブです、ジャンプサーブ、セッターに戻った田尻が上げてライトを使って2枚ブロック、ブロックにかけています、岩橋が上げてそして真ん中を使ってくる、福山が上げる展開、12番の福山が上げて3番の池田に出しました。4対2、さあこの3番の池田がバックに下がりますが、池田純平そして2番の柳田東洋、この2人の大会屈指の高エースがね、はい、両チームにいるわけですよね。そうですね、ちょうど池田君が前衛でスパイクを打つときに、はいはい、柳田君がブロックするという形ができてますから、マッチアップができてますね。そうですよね、本当に2人の勝負ですね、まあ、因縁の対決で、はい、そしてこの因縁の2人の対決ということになりますよね、はい、4対3、東洋リードは1点に変わっています。セッターちょっと向かいに形してきた、真ん中使えない、タイミング合いません、開いて待ってる、4番の木原ちょっと狙いすぎましたかね。そうですね、ブロックしっかりつけてましたからね、はい、ブロックの上狙ったんでしょうけど、5対3、はい、東洋リードは2点です。さあここまでの立ち上がり、小林さんどういうふうにご覧になりますか。お互いに、まあ、硬さはありますけども、はい、特徴が出ててですね、これからまたいいゲームになるような雰囲気はありますね。そうですよね、はい、木原、木原君ナイスパイクですね、高さがあって、はい、186センチあります、はい、ワンプレー前でミスしたコースにまたしっかり打ち込みましたからね。そうですよね、はい、そしてそこにやっぱ田尻が上げてきますよね、はい、5対4です。1人飛ばしてライトからストレート、1番の岩橋文明です、はい、いいですね、東洋高校の隠れたキーマンですね。そうなんですよね、はい、今大会屈指の非常に好調ですよねこの岩橋、ね、はい、6対4 2ポイントリード東洋高校。これもちょっと向かいに形になります、はい、田尻フェイントフォローするレシーブダイレクトネット上フライングレシーブで上げるタッチネットですか。いやちょっとセンターラインから足が出ましたかね、はい、そうですね、5番の日車君の足出ましたね。鎮西にミスが出ました、7対4、東洋リードは3点です。これもちょっと向かいに形になりました、縦伸び、はいはい、いいですね、はい、今みたいな短いパスでもね、クイック使いますと、はい、サイドのブロックが薄くなりますから、そうですね、今積極的にクイック使ってもらいたいですね。村上を使ってきました、はい、ただサーブレシーブがね、あんまり良くはないというのはまだ変わってないですね、はい、うん、まああれぐらいのサーブレシーブでクイックを使えればもう成功にしてあげたいいんじゃないですかね、はい、さあ8対5第1セットは8対5、3ポイント東洋がリードしてテクニカルタイムアウトに入ります。はい、ラスト、リーダー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 、こぼれ球の1本目、正確に投げていこう、はい、はい、ちょっと怖い、そう、この8点目を取ったプレーなんですがね、はい、まあ、関田正弘、そうですね、はい、柳田君というセットバックじゃなくて、しっかりと他のプレーヤー使ってますからね、前半から。そうなんですね、昨日も25ポイントでしたっけ柳田君。そうなんですよ、かなり打って疲労も溜まってますからね。スパイクポイント23点、はい、サーブポイント1点、ブロックポイント1点、25点、はい、まあ、55点のうちの25点、まあ、相手のミスもありますからね、はい、半分以上はね、その柳田で取ったということなんですが、うん、
今のね、サーブレシーブ柳田君ミスしたんですけど、それを自分で決めていましたね。そういうことですよね、まあ、このあたりがね、北畑監督をして非常に信頼を寄せる原因でしょうね。そうですね。9対6、3ポイントリーダー東洋、前に落としてくる。セッターに帰って1人飛ばしてライトからバックで打ってくる。レシーブで拾いました。センター線、リバウンド拾った。チャンスボールになる。鎮西はどうする。センター速攻。1番の村上達也を使ってきました。センター線が出るようになりますと鎮西もパターンになりますよね。そうですね、はい、やっぱりサイドのブロックが薄くなりますから、はい、センターどんどん使っていきたいですね前半に。そうですよね、はい、さあその村上がバックに下がってサーブを打ちます。9対7、東洋リードは2点です。連続ポイントが欲しい。鎮西レシーブで上げる。高いとしたら打てるかな。3番のレクラ、関田に戻る。レフトからブロック、これは抑えました。2番の柳田をブロックで抑えました。はい、ナイスブロックですね、まあ、昨日は2試合ありました、まあ、3回戦と準々決勝ということなんですが、その準々決勝で、まあ、25点を取った柳田、疲れどうなんですかね。いや、あると思いますよ。その前の日も試合ありましたからね。そうなんですね、まあ、鎮西が3連続ポイントということになります。9対9の同点。さあ小林さん、ここからですよね。はい、勝負ですね中盤。はい、中盤の勝負。第1セット、関田拾って真ん中使ってくる。バックに振ってレフトから3番の池田。はい、池田君よく打ちましたね。そうですね、ブロックしっかり2枚ついてたところをね、しっかりブロックアウトを狙って打てましたね今、はい、さあ連続4ポイント。鎮西がゲームをひっくり返して、さあここで東洋が1回目のタイムアウトを取ります。ワンカットワンカット、ダンヒロ。今大会決死の好エース、186センチ、サージャントが80センチ、もう本当に今大会ナンバーワンエースと言ってもいいでしょうね。そうですね、もう空中姿勢もすごく綺麗ですからね。あ、見ててね、はい、美しいです本当に。そしてジャンプサーブにレシーブも非常にいい選手です。はい、関田、その柳田2枚ブロック、うん、そのブロック鎮西高校も読んでましたけどね今。そうなんですよね、よく打ちましたね、はいはい、相変わらず打点が高いですね、はい。こちらのやっぱ体幹姿勢がいいんですよね。体幹姿勢がいい、はい、なのでスパイクが綺麗に決まりますね。あ、なるほど、10対10同点。センター線を使って12番の福山、先ほどはサイドから打ちました。はい、いいですね、セッターの田尻君がよくその使ってますね、クイックサイドとうまく使えてますので、ブロックが絞れてないですね東洋高校の、そのあたりはね、田尻の、まあ、意図はありますよね。ありますね、このサーブがいいですよ。ダイレクトブロック、真ん中で1枚で抑えたのはセッターの関田、はい、175センチ。今のプレー大きいですね。これ大きいですね。鎮西高校、田尻君のサーブで、ね、連続得点取りたいですからね、はい、一番いいサーブですから。そして関田が下がって、この東洋は強い前衛になりますよねこれね、はい、おっしゃい。ライトからフェイント、レシーブでフォローする。アンダーで岩橋が上げて、うん、今の柳田、今3枚ブロックつきましたけど、間抜きましたね、よく見えてますねブロックが。そうですよね、はい、昨年のね、この春の高校、はい、この春の選抜のね、はい、決勝戦でこの高いブロックに対して柳田が間を抜いていったというね、うん、なかなか上から打つというのも難しいでしょうから、はい、もう間抜くしかないんですけど、しっかりとブロックが見えてるところですね。今度はインナー抜いていく。レシーブで上げる関田、柳田3枚ブロック上げて、中から福山ブロックにかけています。両方ブロックいいですね、はい、関田ですよブロックが。もう一回柳田使う、あ、これもブロックにワンタッチかけてレシーブで上げています。ライトから飛び込んだ、いいですね。鎮西高校のレシーブが光りましたね今ね。そうですね、はい、柳田君もブロック避けて打ってるんですけど、はい、しっかりとレシーブがそこのポジションいますね。いますね、はい、このあたりはやっぱり鳩野監督がね、はい、絞りに絞った作戦があるでしょうね、まあ、そうですね、研究に研究重ねてますねこれは。柳田のサーブですね、にこの、まあ、打てなくするか、はい、13対12、鎮西1点をリードしています。昨年の選抜大会の忘れ物、鎮西はどうしてもこの東洋に勝ちたいんです。3番の池田、
小芝が拾ってセッターに戻る関田ライトから2番で柳田がライトから打ちましたがこれもアウト。ちょっと柳田疲れてますかね。これねもありますし鎮西高校しっかりと3枚ブロックできてますね今も、もうこれ鎮西のブロックバーサスこれ柳田という感じになりましたか、なりましたね。関田どうする、レフトを使うブロック、これはブロックはアウトです、惜しいですね鎮西高校は。1番の岩橋ということはですよ、この岩橋あたりがもうちょっと、そうですね、はいはい、ちょっと柳田君疲労もあり、まだ今エンジンかかってないですからね、はい。まあ、バックに下がってジャンプサーブ、いいサーブなんですが、これもセッターちょっと向かい行く、ほとんど戻りました、レフトからブロックアウト、はい、4番のここから流れは鎮西の方に行っている、そんなリズムですか。そうですね、今リベロの尾形君よくレシーブしましたよ、サーブレシーブ。あれだけ柳田君のサーブ早いですからね、はいはい、なかなか正確に返すの難しいですから、はい、あれぐらいでもう正解ですね。なるほど、はい、時間差を絡めてきます。岩橋君いいですね、はいはい、この辺りは今度はセッター関田のこの上の見せ所になってきますよね。そうですね、関田君のトスワークにかかりますね、この辺は。さあメンバーチェンジ、13番の渡辺康平をコートに入れました。ベンチサーバーです、1年生の選手。さあ流れを変えたい東洋高校、1点を鎮西がリードしています。セッターに戻った、時間差を絡めてくる、はい、真ん中から4番の木原、しっかりとクイックを使っている効果が現れましたよね今ね。そうですよね、時間差、はい、読めてませんからね。そういうことですよね。16対14、逆に今度は鎮西が2ポイントをリードしてテクニカルタイムアウトに入ります。今日は正面を動いて、ね、カットの正面強い球が来るからな、代表する名将鳩野久雄監督65歳、監督歴36年目、この鳩野監督が今年限りで監督からの引退を表明しています。名将鳩野監督、この春高バレーが最も力を入れてきた大会なんだ、一番好きな大会、名将の愛した大会、残すところ2試合です。関田かけてセンター線使ってくれ、これは綺麗に決まりました。まあ、方程式通りという感じですね、これね。そうですね。16対15。4番の手塚。ナイスパイクですね、手塚君。手塚タスクを使ってきました、セッターの関田。16対15、鎮西リードは1点。高いとした、レフトから、キャラ。ああ、4番の、いいですね、キャラ君ね。決定率が非常に高いですね。はい、まあ、この選手は1年生でセンター、2年でレフト、3年でライト。まあ、春高の県大会中にまたレフトに戻ったという、ね、本当ですか、どこでもできるんですね。そうですよね、あっと入りました。さあ木原が乗ってきましたよ、ね、大活躍です ね、はい、さあ木原はこれで連続4ポイントということになりました。18対15、3点リードは鎮西、これはコートを越えていきませんか。ここは東洋高校一番苦しいところなんですね。そうですね、柳田君と岩橋君がバックに下がって、はいはい、しかも柳田君がサーブ狙われてますから、バックスパイクに行くのもなかなか難しいんですよ、ね、この考えてますね。そういうことですよね、はい、あ、これも乱れた、強引に、ね、後ろから強引にブロックが2枚ついています。リバウンドを拾った、この辺りは東洋の上手いところ。2番の差し方ですね、この辺りがね、全然戦術的なのは間違えてはいないんですけど、その先日の上行きましたね、今ね、柳田君の力がね、力がね、はい、さあピンチサーバーを起用します。14番の石川ヒューガを起用しました。この人はレシーバーとしても非常にいいものがあります。そしてチームのムードメーカー。さあリズムを変えたい、流れを変えたい東洋、19対16、鎮西リードは3点、1人時間差、レシーブで拾った岩橋が上げて柳田3枚ブロック、
ですね、鎮西高校の、ね、ブロック3枚がしっかり揃ってますね、もう2段になるともう待ってますね、3枚ね、待ってました、ちょっと3枚ブロック、はい、いいですね、はい、3枚で止めて20対16、さあ東洋苦しくなりました、関田、レフトから、しかし柳田、あっとレシーブで村上が拾う、そしてレフトから池田、はい、3番の池田純平、21対16。理想的なディフェンスですね、今のは、ね、はい、高校レフトから3番の池田、この池田も大会屈指の後衛戦、さあ北橋監督がタイムアウトを取ります、男子の準決勝第1試合、鎮西対東洋の一戦、21対16第1セット、5点リードは鎮西です。後ろから打ちに行く。この辺りはしかしさすがですね、柳田はね。そうですけど、今のも1番の村上君がしっかり触ってますからね。あ、なるほどね。はい、鎮西高校ディフェンスの形ができてますね。あ、なるほど。まあ、この辺りは鎮西は本当に練りに練った柳田対策ができているわけですね。そうね、柳田君を1枚ブロックで打たせることが一度もないので、はい、かなりもう絞れていると思いますわ、先日が、ね、はい、この辺りはもう日本を代表する名将畑野久雄監督が練りに練ったこの作戦です、はい、22対17、5点リードは鎮西、関田ちょっと迎えに行った形、柳田待ってる、レシーブ投げた、ワンタッチかけてます、後ろに振ってライドからワンタッチはどうだ、ワンタッチはありません、ワンタッチはありません、アウトボール、ポイントが東洋に入ります、気にするな気にするなって感じですかね、この畑さんは ね、 そうね、22対18、4点リードは鎮西、ライドからクロスに打ってくる、強烈、池田君もいいですね、乗ってますね、はい、3番池田純平、はい、まあ、この池田がね、柳田に話したそうですよ、あの準決勝でね待っててくれという話をねしたそうです、昨日は駿台高校戦非常に苦しいゲームでしたが、その中で池田のとの約束を思い出した、池田も話していました、なるほど、23対19、さあ20点乗せたいですよね、東洋はね、そうですね、岩橋君は調子が良さそうですね、そうですよね、6番の桑折をコートに戻しました、さあ1番の岩橋は非常に今大会通して安定しています、はい、23対19、しかし4点リードは鎮西、強烈なスパイク、セッターちょっと向かいにかよく上げました、レフトかな、はい、4番の木原が今日いいんですよね、そうですね、木原君もいいんですけど、はい、サーブのいい柳田君、そして関田君、ジャンプサーブ打つ関田君、はいはい、そのサーブのいい2人のところがですね、ちょうどサーブリベロに行っちゃってるんですね、打ってしまっているんですよ、そこでリベロの尾形君がしっかりとレシーブできてますんで、なるほど、攻撃につながってますよね、かじり上げてセンター線真ん中使ってか、いいですね、もう攻撃も多彩ですね、そうですね、さあ、あっさり25点目を取りました、はい、さあ第1セットは25対19、さあ第1セットは鎮西が取っています、
男子の準決勝戦第1試合第2セットが始まりました。第1セットは25対19で鎮西が取りました。小林さん、はい、この第1セットをご覧になった印象ってどうですか？完全に鎮西高校のサーブブロックディフェンス、あ、レシーブのトータルディフェンスがもう機能してますね。柳田君対策ですね。そうですよね、はい、柳田のね、あのスパイク決定率が16分の6ですよ。今もいいですね、はい、1人飛ばしてレフトから2番の柳田。ディフェンスの形がもう鎮西高校確立してますね。ですから、まあ、決めてはいたりするんですけども、はい、綺麗な、あの気持ちいい決まり方ではないですね。直接コートに叩きつけるというのはケースがないですから、ほとんど。そういうことですよね、はい、向かい行く、あ、これはセッターにボールが入りません。無理な体勢から3番の池田が打ったんですが、これはアウトボールです。2対1、東洋が1点のリード。畑野久雄監督、名将が最も愛したこの春の高校バレー全国大会、今大会がこの名将にとって最後の春高。田尻が上げて、ワンタッチはどうだ？ワンタッチはありません。アウトですね。アウトですね。3対1。さあ1点を失った東洋ですが、その後スルスルっと3ポイント連取です、はい、今も日車くんがサーブレシーブ参加したんですけど、はい、ちょっと潰れてしまって攻撃に参加できなかったんですよね。あ、なるほど。そこで東洋高校のブロックが2枚つけましたね、池田君に、縦の B、 高いトス、レフトから柳田、レシーブで拾っている、ますね、左からブロック2枚つきました。リバウンドを拾って後ろに振って開いて、池田が待ってる、レシーブで上げて直接帰る、ネットに近いんですが、よく上げました。センター線2で返せ、セッター待ってる、左からブロックにかけています。この当たりは両チームとも非常に粘り強い。レフトから柳田、2枚ブロック3枚、バックに振って打てるかな、センター線2枚ブロック、レシーブでこれも拾います。上げてレフトからクロス、はい、粘りましたね、鎮西高校。そうですよね、はい、6番の桑織が飛び込んだんですが及びませんでした、はい、なんかこの両チームともに非常にレシーブのいいというね。そうですね、はい、柳田君のクロスをしっかりとリベルの尾形君拾ってますね。そうなんですよね、はい、この尾形が非常に脅威ですよ ね、 いいですね。柳田ブロック、はい、来ましたね、来ましたね、柳田を止めた12番の福山太一、はい、柳田君のマークがきついですからね、柳田君を時間差に回してもあまり意味がない感じがしますね。そうですよね、岩橋あたりが使えるようになるといいんですが。そうですね、はい、絶対にボールが返ったレフトから1番の福原、福原君いいですね。そうなんですよね、福原第1セットはね、5本のスパイク、池田と同数ですよね、はい、スパイクポイントがね。4番の木原、今日は非常に持っています。セッター、セッター、ブロック、3枚ブロックですね。そうですね、はい、もうこれ柳田が非常にマークされてますね。これは、はい、これは苦しいですね、はい、やっぱり柳田君以外のプレイヤーがなんとかスパイクで、ね、存在感を見せないときつくなりますよ。そういうことですよね、はい、さあこの関田がどうするか、これも柳田、はい、今のも時間差いきましたけどブロック2枚ついてますからね。そうですよね、はい、できれば時間差はノーマークで打たせたいですからね、はい、まあ、鎮西の方にミスがあって東洋の方に点は入ったんですが、しかし柳田の方のスパイクはマークされています。しかし東洋これで5対5の同点、はい、サーバー12番の関田、なんとかこの柳田以外で点を取りたいですよね、はい、ダイレクト、これも前で柳田、連続3ポイントは東洋です、6対5。さあここで名将畑野監督がタイムアウトを取ります。カット戦しっかり返しとくが別にどうってことねえんだよ。カットを頑張れ、カットを、まだ上だ、上だ、カット、頼んだよ、おばさん、柳田とあのセッターのやつはいいサーブだから、上に上げてけばいいから、テラスキッチを見て、上手いやつは、はい、正面に入るよ、正面に、はい、名将、白馬監督がタイムアウトを取りました。早めのタイムアウトですよね。そうですね、ちょっとサーブレシーブが崩れてきてますね、鎮西高校は、はい、畑野先生からも指示出てましたけど、サーブレシーブちょっと頑張った方がいいですね、
そしてこれはもう上げときゃいいからという、はい、まあ、これでいいんですよね。そうですね、はい、それで、はい、ワンタッチを取っていいですね、はいはい、さあこれで切ってきました、はい、です6対6の、ね、池田キキュアラ君が今しっかりと打ててますからね。そうなんですね、サーブレシーブ上に上げて、はい、2段トスなんとか打ち抜くという形がいいんじゃないですかね、これはエンドランいっぱいに入りました。いやオーバーコール、アウトボールにしました。7対6東洋高校が1点をリード。序盤の山ですかね、この辺りはね、またサーブですね、8対6、2点リード。これ第1セットと同じように、はい、2点リード東洋が柳田君とセッターの関田君のサーブがいいですね、ここで連続得点ですね、はい、テクニカルタイムアウトに入ります。1点目を取りました。これが柳田のサービスエース。この試合やばくやね、はい、北畑監督、まあ、しかしね、どんな形でもともかく点を取ってくる、このあたりが柳田のすごいところですよね。そうですね、帽子がまだ上がってないながらも点差は東洋がリードしてますもんね、今ね。そうですね、はい、そしてあの北畑監督が話してましたが、ともかく柳田にはオンオフがやっぱりあるんだと、はい、でオンになった時の柳田、これスイッチが入った時は怖いと、そんな話をしてましたが、まだスイッチがちょっと入ってない状態ですかね、かもしれませんね、岩橋君いいですね。そうですね、この岩橋を使っていきたい、まあ、この岩橋自体は今大会非常に調子がいいんです、はい、まあ、ご覧の通り6本中5本を決めています。9対7、2点リードは東洋センター線使ってくる、はい、1番の村上です。早いですね。そうですね、そして田尻もこの村上が使えるような展開になりました。やっぱり鎮西のパターンですよね、はい、東洋高校リードブロックで対応しようとしてますけども、はい、今の鎮西高校のクイック早かったですね、レフト2枚ブロック、はい、ブロックで抑えています村上、9対9の同点。まあ、いいですね、はい、でもね、関田君もいろいろな選手を使っていってリズムを作っていった方がいいですからね。今、たまたまポール君、はい、ブロックされましたけど、まあ、昨年の5月には柳田とともにアジアユースに出場しました。国際経験も積んでいます。あ、しかしここで鎮西が10対9ついに逆転。さあ第1セットもそうでしたけど、ここからですよね、東洋ね、はい、そうですね、ゲームの方は間もなく中盤に差し掛かる。岡田、ネットイン、よく拾った、あとが続きません、もったいない今。そうですよね、さあこれで鎮西連続4ポイントということになります。ここで東洋が1回目のタイムアウトを取ります。クイック遅れんなら、クイック早くな、クイック早くな、東洋高校東京第一代表、4年連続21回目の出場。昨年3月の選抜大会では初優勝を果たしました。さあこの東洋高校対鎮西高校、昨年の3月の選抜大会の決勝戦の顔合わせ、ブロック、このセット5本目、トータル8本目のブロック、素晴らしいですね、読み切ってますね、もう完全に。そうですよね、1番の村上が止めています。
いやこのブロックなんとかしなきゃいけませんね。そうですね、関田君もいろいろとやろうとしてるんですけどね、はい、全て読まれてるような感じがしますね。しかしこの関田の成長でチーム力は非常にアップしたんだと北原監督は話します。その関田の成長の見せ所、さあどうする、ライトに振ってワンタッチありましたね。ワンタッチありましたね、はい、いいですよ。入り口出口を離して大きくねワイドに使おうという意図はあるんですよね、はい、12対10、鎮西リードは2ポイント。サーブ権は東洋です。さあ関田、そして誰を使うか、こっちは田尻、おっとこれは繋がった、東洋よく返した、ツーレース岩橋が上げて真ん中から2番の柳田ですが、これはアウトです。惜しいですけどね、奥を狙ったいいスパイク、足の長いいいスパイクだったんですけどね、13対10、あ、北畑監督も今のはいいという、はい、粘りが出てますからね、東洋も。そうですよね、いいですよ、リズムできますよ。13対10、流れを作りたい、関田が上げて、バックアタック、バックアタックで決めてきました、はい、なんかもうブロックが1枚ですと、柳田君は簡単に決めますね、はい、そうですよね、こういう展開を関田も作りたいわけですよね、作りたいですよね。13対11、鎮西リードは2点に変わっています。田尻に返った、バックアタック、お返しはフェイント、はい、4番のこれが原です。田尻君のトスワークはいいですね、はい、はい、東洋高校のブロックは絞れてませんから、スパイクは楽に決めることができますね今。そうですよね、はい、そしていろんな選手を使ってきます。あ、強烈レシーブで上げた、チャンスボールになる。田尻は今度は誰を使う、時間差からのレフトが池田、レシーブで拾いました。関田はレフトから柳田つないだ、あ、惜しいですね、鎮西、はい、高校の方はドリブルを取られました。繋がってますね、やっぱりただ繋がってますよね、はい、しっかりと3枚ブロックして、はいはい、まあ、少なくともあのワンタッチにはかけてるというね、はい、14対12、鎮西リードは2点。さあ中盤追いつきたい東洋、連続ポイントが欲しいんです。ネットに近い、押し込んだ、チャンスボールになる。関田レフトから柳田クロス、柳田が、ね、はい、今力を抜いたストレートスパイクがしっかりとブロックの脇を抜けて、はい、よかったですね。そうですね、はい、14対13です。さあこの柳田で、まあ、あと1点で同点、まあ、揺さぶになりました。カジが迎えに行く、後ろから引き払う、レシーブで拾って関田、これも柳田、今度はクロスですが、これはエンドライン、サイドラインを割りました。そうですね、はい、やっぱり先ほどからブロックにかかりますから、ブロックを意識して打った結果が今のアウトになったんじゃないでしょうかね。あ、なるほどね、ブロックポイントに近いですよね、もう、はいはい、15対13、やっぱりボディーブローのようにね、そうでしょうね、効いてますよね、はい、プレッシャーだと思いますよ、はい、また3枚ですね、3枚ブロック、小芝で拾った、関田戻った、もう1回でレシーブ、はい、コースに入ってるんですよね、後ろから池田、はい、完全に理想的なディフェンススタイルが出来上がってますね。そうですよね、はい、16対13、点差は3ポイントですが、それ以上に何か東洋には遠い感じのこの3点差、はい、結果でタイムアウトに入ります。カットが当てたらダメ、しっかり引き付けて当てたらええんだからね、いいか、はい、頑張れ、あーあー、ごめんなさい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 、はい、池田助けてやろう、池田助けて、みんなで、みんな行こう、みんなで、みんな行け、みんな行け、フォローフォローフォロー、ストップ、また、モンテさん、モンテくん、16対13、3ポイントリードされてテクニカルタイムアウトに入りました。さあしかしこのブロックでね抑えられている東洋なんですよね、はい、ねえ、はい、関
田君も今苦しんでますね。そうですよね、はい、そしてあの柳田ですよね、東洋のね、はい、柳田正弘、これが今日はどうもねまだ波に乗れませんよね。そうですね、レフトからこれもブロックにかかっていますが、ワンタッチアウトですね、はい、これはアウトを取りました。17対14です。柳田正弘、まあ、彗星のごとくデビューしたこのね今大会屈指のね、はい、コースファイターなんでありますが、もうブロック疲れるのは仕方がないので、もうそれ打ち抜くしかないですよね、もうね柳田。だからもうこの柳田のね本当 の、 あのこの真のエースになるかどうかの、はい、そんな大会ですよね。そうですね、レシーブで拾った。さあどうする、柳田が待ってる、サイドラインパイを狙ったんですが、うん、わずかにアウト。そうですね、ただなんとかしようというね柳田がね、はいはい、今も随分ネットから遠かったんですがね、はい、しっかり打ったんですけどね、はい、18対14、4ポイントリード。田尻どうする、後ろに振って、これはちょっとコンビが合いません。チャンスボールになりました。東洋ライフラップブラック吸い込み、はい、ちょっとブロックの形が整わなかったですね今ね、はい、さあこの柳田、この柳田が、まあ、この苦しい展開で昨日は2試合、特に準々決勝ではこの人25点取ったんですからね、一人で ね、 ね、はい、疲れがない、力持ってますからね、そして疲れがないはずはないんですが、しかし真のエースになるためにはここが大事な試合です。ブロック、はい、いい形ですよ。岩橋が抑えた。18対16、サーブ&ブロックですね、はい、そうですよね、はい、いいサーブですからね柳田君。さあこの柳田のサーブで点を取りたい。セッターにボールを返る、真ん中落としてくる、プッシュで返しました。チャンスボールになる。センター、これも合わない。逆にチャンスボールは東洋です。誰を使う、サイドからブロックはスイープと、ワンタッチアウトですね。ワンタッチアウトです、はい、抜けましたよ岩橋君。岩橋がね、はい、さあ東洋 3連続ポイント、はい、18対17、新勢リードは1点に変わっています。連続得点取りたいですね、柳田のサーブでね。このサーブでね、はい、しかしこの柳田はね、なんとかしていろんな形で点を取りますよね、はい、田尻が迎えに行く形、レフトからブロックで返せ。さあ今度は1番の村上が上げる。1番の村上が上げて、そして4番の福原です。鎮西スパイクが決まって19対17。そういうところもできれば3枚ブロックに行った方がいいかもしれないですね。今福原君がかなり状態がいいですからね。そうですよね、はい、さあ後ろから、はい、後ろから2番の柳田に打たせました。そうですね、ブロック1枚ですからね。そうですよね、これは問題ないですね、はい、柳田君。19対18、まあ、メンバーチェンジ。13番の渡辺康平をコートに入れます東洋です。第1セットでもピンチサーバーで起用されました渡辺康平。19対18、鎮西リードは最小得点の1点。さあ20点が間近、終盤の争いになっています。さあ崩してきた田尻、レフトからソフトアタック、アンダー投げて後ろから柳田、マンタッチはどうだ、なかったですね、ワンタッチはありません。20対18、なかなか二段トスをセンターバックから打たせると難しいんですよね。ですよね、必ず3枚疲れますからね。そうですよね、はい、昨日よく打ってましたけどね、はい、そうですよね。ただこの柳田が真のエースになるためにはここは乗り越えなければいけない壁です。関田、4番の手塚を使う、センター線を返し、速攻開始ですね。村上君ブロックワンタッチ取り、そして自分で決める、はい、そうですよ ね、 ですね。村上、そしてこの福山というセンター線が起動しています。鎮西です。ライトからブロック1枚で拾った、レシーブで拾いました。打てるか、後ろから打ちに行く、ブロック、2段のトスを後ろから打ちに行きました、はい、柳田。ブロックはしかし2枚待っていました。そうですね、ブロックが綺麗ですね。そうですね。22対18。さあ柳田、もうこれは柳田が乗り越えなければいけない壁です。タイムアウトは東洋です。
第2セットは22対18、鎮西が4ポイントリードしています。柳田はもうこの柳田どうなんでしょうね、小林さん。 やっぱり今鎮西のブロックとレシーブいいですからね、はい、もなんとか活路を見出してほしいですよね。さあこのセクターどうする、時間差が出てくるセンター線、少し他の選手を使いたいところですよ ね、 そうですね、まだ東洋高校の、ね、センター線が使えてないので、はい、サイドの攻撃がきついんですよね。この関田の成長がチームの大きな力になっている、北畑監督はそういうふうに話します。関田の成長を見せるこの試合は大事な試合です、はい、ナイス練習ですよ。関田迎えに行く、後ろから柳田、これはサイドはどうだ、これはワンタッチもありません、決まりませんね、今日はちょっと調子悪いですね、はい、23対19です。鎮西リードは4点。さあこの柳田現在後ろに下がっています、はい、いいですよ。そうですね、はい、手塚で20点目を取りました。23対20です。早めの、はい、石川ヒューガをコートに入れました。第1セットでもピンチサーバーで起用されました石川です。チームのムードメーカー、さあ北畑監督、昨年の3月の選抜を制した北畑監督が何とか流れを変えに来ました。田尻、時間差を離れてくる、レフトから3番の池田が移動して打ちました、はい、そうですね、鎮西高校のクイックを使えてますからね。そうでしょうね、時間差が非常に効きますよね。24対20、鎮西高校がセットポイント第2セットを迎えています。ちょっと遠いぞ柳田、3枚ブロック、その間を抜けていきました。レシーブフォローして池田ブロック、吸い込み、3番のエース池田が決めて25点目。最後池田君のテクニック光りましたね、第1セットは鎮西、第2セットも25対20で熊本県代表の鎮西が取っています。しかし2対0、ここまで2セットを東洋が失っています。さあそして第3セットのファーストポイントは鎮西です。鎮西、ね、はい、の3枚ブロックですね。いやこのブロックがですね、はい、11本目ですよこのね、はい、今日のゲーム完全にもうはめてますね、はいはい、さあしかしね、第1セット第2セットともにね、はい、昨年3月の選抜のチャンピオンチーム東洋が失った、この展開は予想されましたか、はい、いえもう東洋が圧勝するんじゃないかと勝手に思ったんですけども、予想が覆ってます今のところね。そうですね、はい、さあイエローカードは、はい、ああそしてポイントが東洋に入りました。さあそして鎮西の方にイエローカードが出ています。点の方は1対1の同点。第3セット、そしてサーブ権が東洋です。
さあ第1セット第2セットは鎮西が取っています。男子の準決勝第3セット第1セット第2セットはここまで鎮西が取っています。さあこの昨年の3月の選抜の優勝チームチャンピオンチームの東洋が2セットを失っています。第3セットはしかし2対1、東洋が1点をリードし、そしてサーブミスでこれ2対2同点です。さあこれ東洋の方はもうね、小林さん、そうですね、もう後がなくなりましたからね、はい、しっかりと柳田君にもちょっと鎮西高校のブロックを意識しすぎて、ね、スパイクアウトが多いのでミスが多いというね、ミスが多いですよね、はい、なのでそこをもう少し修正できたら東洋もリズムができると思うんですけど ね、サーブで崩してきました鎮西です。センターに勝った田尻、センター線使ってくる。そしてこの鎮西の方はね、センター線がうまく使えてますよ ね、 ですね。12番の福山を使ってきました、セッターの田尻です。この田尻も全日本高校選抜のメンバー、この選抜でセンターの使い方を覚えて帰ってきた、そんな話を鳩野監督はします。うん、そうですね、鎮西高校、はい、センターが決まり続けている間はサイドも決まりますからね。あ、その関係性ってやっぱあるんでしょうね、はい、3対3の同点。第1セット第2セットは鎮西、そしてこの柳田ですよね、やっぱりね、はい、柳田復活なるかどうかという第3セットブロック、いいですね、並木くん、はい、5番の並木です、はい、非常に形がいいですね、はい、ブロックの、さあそしてまあブロックもそうですが、この手塚並木のセンター線が機能すれば、はい、柳田も楽になるんですが ね、 すね、はい、サーブで崩してくれる関田のサーブですね。そうですよね、はい、この関田のサーブいいですよね。さあ連続3ポイント東洋、さあそして早めのタイムアウト、鎮西の鳩野監督が1回目のタイムアウトを取ります。正面で取る、正面で落とした、ダメ落としたらお前の一番高いブロックが来てんだから、スナップでストーンって早く打っていい、よし切り替えて切り替えて、取るよ取るよ取るよ、ついてるよ、対3、2点リードは東洋です。鎮西鳩野監督がタイムアウトを取りました。バックアタック、後ろから4番の木原です。5対4です。はい、だから田尻がいろんなところを使ってくるわけですよ ね、 いいすね、やっぱり池田君ですか、池田君の前に、はい、柳田君がブロックしてましたんで、そのブロック嫌がってますよね。あ、なるほどね、はい、いいですね、はい、高いですね今、はいはい、6対4です。柳田が、まあ、ともかく昨日の準々決勝では1人で25ポイントを取った、チーム55点中25点を取りました。昨日は2試合疲れがないはずはありませんが、しかしこの柳田でなんとか点を取らなければいけません。キャラッターなんと違う、ね、そうですね、木原君なんとかしたいですね、東洋高校は、この木原が今日はいいんですよね、いいですね、ブロック2枚ついてもしっかりと打ち切ってますからね。柳田飛び込んだんですが、しかしワンハンド上げることができません。6対5、リードは1点に変わっています。ワンハンドで上げた、この辺りは鎮西粘りがあるんですが、これはアンテナの外を通過しました。そうですね、岩橋君も相変わらずいいですね、はい、そうですね、7対5、東洋リードは2点です。第1セット第2セットは鎮西が取っています。昨年の3月の選抜大会決勝でのこの両チームの顔合わせ、そこを制したのは東洋でした。しかしこの今年は鎮西がここまで2セットを取っています。第3セットは8対5、3点をリードして東洋がテクニカルタイムアウトに入ります。
第3セットは8対5、3点リード、東洋が3点をリードしてテクニカルタイムアウト。4番の木原で1点を取りに行きます、はい、いいですね。そうですよね。鎮西高校の方はですね、はい、5番の日車くんのスパイクの打数が極端に少ないので、少ないですよね、はい、東洋高校としてはですね、日車くん以外のところのプレイヤー2人を中心にもうブロックをつけた方がいいですね、はい、センター線使ってきました1番の岩橋です。いいですよ、はい、9対6、3ポイントリードは東洋です。4番の戸塚、そして5番の成木あたりを使っていきたい東洋高校。セッターの関田、田尻、村上、後ろから柳田、ワンタッチかけてレシーブで拾っています。2段のトスになった、ブロック、2枚、これをレシーブでフォローする、チャンスボールになる。関田誰を使うかな、はい、センター線手塚を使ってきました。いいね、こういう形でいいんですよね。だと思いますよ、はい、本当に今相手のクイックをですね、手塚君がしっかりとワンタッチ取ってからの切り返し、手塚君ですからね。そうですよね、はい、こうやって柳田君以外のプレイヤーがどん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 存在感を示すことによって、はい、東洋高校リズムができると思いますよ。レフトから木原、このしかし今日は木原がいいんです。そうですね、はい、ちょっと劣勢に立たされた時にすぐに木原君がスパイク決めてきますからね。まあ、3年生のマスター選手が引退した後、まあ、この木原がチームに入っています。エンドライン割りました。サーブがアウトで11対7です。さあ4点リードは東洋です。セッタータジに入って迎えに行く、神田、止まりましたね、はい、レフトから2番の柳田、はい、その前に柳田君の真骨頂でもあるんですけど、ブロック、今クイックのブロックワンタッチしたんですよね。あ、なるほど、柳田君ブロック非常にいいんですよね、はい、さあ5点差で逃げた、ダメ、逃げた、鎮西がタイムアウトです。ねえ、はい、精神もっと頑張れ、はい、攻めて、守りよりよ、守りよりよ、攻めて、攻めて、行こう行こう行こう、止まって行こう行こう、よくよね、昨年3月選抜の全国大会決勝戦の顔合わせ、東洋対鎮西の一戦です。今大会は男子の準決勝第1試合、1セット2セットを取ったのは昨年この春の大会準優勝の鎮西。さあ、この東洋をじりじりと鎮西が追い込んでいるというね、小林さん、そうですね、展開ですね、はい、まあ、でも東洋も頑張ってますよ、このセット。そうですね、4点リードは東洋です。もう後はありません、東洋。始めて、さあ、セクター、レフトからクロス、はい、いいですね、乗ってきましたね、柳田のスイッチが入りかけてますか、はい、柳田が打ってくれて決めて13対8、3枚ブロック、はい、あ、池田の右手を弾いています。この池田が話したそうです、柳田に、ともかく準決勝のコートで待っていてくれ、その約束を池田が果たしました。真ん中で止めた、柳田君ですね、今度はブロックで止めた、14対8、柳田のスイッチが入ってくるのか、はい、もう後がありません、東洋、土壇場のエースです。ともかくこの柳田で何とかしなければいけません。クロス、あ、よく来ましたね。そうですね、その流れは持っていかさないぞという、しっかりと東洋高校も今読み切ったんですけどね、池田君のスパイクを。こちらも大会屈指の大黒柱、はい、3番の池田純平がスパイクで持っていきました。14対9、ネットに近いセンター線、合いません、高いトスだ、スタンディングから池田、これはテクニックで取っ
ってきました、はい、14対10力を抜いてね、ブロックの脇を抜いて、はい、よく打ちましたよ池田君、さあエース同士のどうですか、打ち合いという展開、そう、はい、なりそうですね、これから、そうですね、はい、サーバー2番の田尻、非常にいいサーブがあります、関田、はい、おっとですね、15対10です、いやこの畑野監督、いっぱい監督としてはこれが一番いいなんでしょう、はい、何をやってるんだというね、監督歴36年 今年限りで監督からの引退を表明しています、畑野監督ナイスですよ、ダイレクトストレート、はい、エンドがいっぱいに入りました、1番の岩橋、いいディフェンスからの切り返しでした、はい、16対10、6点リードをつけて2回目のテクニックタイムアウトに入ります、頑張ろうみんなでな、16対10、東洋高校が6点をリードして2回目のテクニカルタイムアウトです、そのタイムアウトが当てて、そして17点目が東洋に入りました、畑野監督はうなずいて、どうでしょうね、もう次に切り替えをそろそろしようかなというところですね、まあ、次のセットもありますからね、でもこのセットもしっかりと戦わないと次のセットにも影響しますからね、そうですよね、田尻が迎えに行く、レフトからブロックの上から打ってエンドラインいっぱい入りました、そうですね、これ田尻君もよく考えてますね、はい、日車君の打数が少ないということをもう東洋高校もだいぶもう理解してますからね、はい、そこをまあ逆手に取ってますよね、そのあたりでちょっとまた見しとく、はい、使っとくということですよ ね、 そうですね、レシーブ投げている、チャンスボールになります、関田が上げて柳田クロス、スタンディングから柳田がクロスに打ちました、ね、18対11、はい、いいですよ、リズム出てきましたね柳田君、そうですね、柳田正弘、スイッチがオフからオンに入ろうかという柳田、もうしかし第1セット第2セットだ、鎮西が取っています、エンドラインパーに入った、19対11、完全に柳田のスイッチがオンになりました、はい、19対11、東洋リードは8点です、これも崩してくる、ポイントで19対2、ね、はい、連続で日車くんを使ってますね、そうですよね、次のセットも考えてるかもしれませんね田尻くん、あ、そうですよね、はい、このあたりが非常に戦術が練られてるなという、ね、はい、感じですよね、サーブで崩していきます、センター戦、はい、1番の村上、19対13、田尻が、まあ、アタッカーを非常に多彩に使ってきます、はい、そうですね、なかなかこれはブロック絞りにくいですね、そうですね、はい、日車を使ったと思えばこの村上を使ってきます、関田誰を使う、レフトからワンタッチを取りに行った、そんな感じのスパイクでした、6番のクワオルです、はい、こちらもあまり出そうのないクワオル君を使ってきましたね、そうですね、はい、さあこの辺りから両チームともセッターが技を見せ合うのか、はい、その辺りの駆け引きはどうなんか、さあ13番の渡辺康平です、サーバーを起用しました、並木に変えて渡辺、20対13、20点台にポイントを乗せています東洋高校、しかし第1セット第2セットは鎮西が取っています、東洋もう後がありません、ワンハンドで上げる、さあ2段トスになった、打てるか、からレシーブでスライダー、柳田ライトからクロス、5番の日車、日車使ってきますね、はい、そうですね、
東洋高校も日車君のマークを薄くしているところで日車君が使われてますから、こういう形でノーマークで打たれますよね。この辺りは田尻もよく見てますね。本当によく見てますね。20対14です。サーバーその5番の日車、セッターにボールが返る。関田が迎えに行く形になりました。ライトから1番の岩橋、関田ちょっと遠いぞ。レフトから6番の香織を使います。これまで守備に苦労しているセンター線、飛び込んだ小芝が上げてセッターに戻った。ライトからブロック。4番の木原、今日はこの木原が乗っています。好調の岩橋を止めました。岩橋も調子いいんですけどね。そうですね、まあ東洋もまだ5点差ありますんで、はい、慌てずしっかりまた組み直した方がいいですね。そうですよね。20対15、東洋リードは5点です。後ろから柳田、はい、柳田正弘後ろから飛んできました。そうですね、はい、前衛に3枚のスパイカーがいて、このパイプでしたらもう1枚になりますね。そうですよね、はい、ですからこういうところでバックアタックも使っていきたいんですよね、はい、そうなんですよね。本来でしたらそれが理想なんですけどね、はい、21対15です。2枚ブロック、はい、ブロックがスルスルっと移動して待っていました。いいブロックで抑えて22対15。鎮西高校も前衛2枚のスパイカーしかいませんから、はい、あの東洋高校もブロックデディケートって言うんですけども、はいはい、レフト側によってですね、クイックとレフトの攻撃を中心にマークしたらいいと思いますよ。あ、なるほど、はい。セッターにボールが、おっとチャンスボールになりました。鎮西アンダー投げて田尻、2枚ブロック、その上レシーブ投げた。岩橋が上げて後ろから投げた。これは打ち切れません。ちょっと今のは難しかったですね。そうですね、よく打ちましたけど、はいはい、しかしね、ああいうこのトスでもやっぱり打ちに行くんです ね、 ですね、この人はね、はい、柳田正弘、22対16、東洋にはもう後がありません。第1セット第2セットは鎮西センター線、これはどうだ、エンドラインいっぱいですが、アウト、ワンタッチはありません。4番の鉄川を使ってきました関田、しかしこれはアウトボール。ここはね、1本切りたいですね。そうですね、一番苦しいローテですからね、はい、柳田君、岩橋君バックの、はい、柳田君サーブで狙われてバックが打てませんから。そうですよね、ガール君なんとかなんとかね、落としてくる、レシーブでつなぐ。この辺りは鎮西もしぶといんです。そして切り返してサイドラインいっぱい。いやー、鎮西はしぶといですね。しぶといですね、はい。22対18、リードが4点に変わって北畑監督がタイムアウトです。カットだ、カットだ、カットしようとしよう、はい、はい、セット第2セットは鎮西が取っています。第3セットはこの東洋が22対18、4点をリードして、しかしリードが4点に変わったところで北原監督がタイムアウトを取りました。さあもう後がありません、ブロックで抑えてくる、はい、今のはナイスプレーですね、はい、苦しいところでしたからね。そうですね、23対18、はい、もう後がありません東洋です。第1セット第2セットは鎮西が取っています。さあ石川ヒューガムードメーカー石川をこのセットもコートに入れてきました。23対18、5点リードは東洋。前には柳田、そして鎮西は池田、田尻、後ろからキャラッ、これは繋がらない。しかしね、この両チームの粘りはすごいですよね。そうですね、本当に一発でコートにボールが落ちませんからね、はい、見応えありますよね。そうですよね、23対19。さあ鎮西の方は20点にポイントを乗せたいんです。関田レフトから柳田、はい、柳田で24点目。第3セットはセットポイントを迎えています。やってきましたね。そうですね、柳田君もちょっとコースを変えてきてますね。あ、そうですか。今まであの抜いても抜いてもレシーバーがいましたから、今いないところちゃんと落ちましたんでね。あ、なるほど、はい、修正してきてダイレクト、はい、エンドラインいっぱいに決まりました。第3セットは25対19。第3セットは東洋が取っています。さあセットカウントはこれで2対1ということになります。
っとカウントは2対1東洋にはもう後がありません。しかし第3セットは東洋が取っています。このセットのファーストポイントは東洋が取りました。さあ東洋が崖っぷちからね、小林さん、そうですね、第3セットを取りましたね、はい、今のセットはですね、はい、関田君の塗装が良かったと思いますよね。あ、なるほどね。福平と言われている、はい、手塚君、並木君、桑織君といったところのスパイカーを有効に使ってですね、チームにリズムを作りましたよね。そうですね、はい。そして迎えた第4セット、序盤の戦いは1対1の同点。昨年3月の選抜を制しました、初優勝を果たしました東洋高校北原監督。そしてこの決勝戦の顔合わせがこの鎮西と東洋でした。鎮西は昨年の春3月の忘れ物、これを取りに行きたいという鎮西。そして東洋はもう1回日本一になりたいんだ、そういう思いでこの頂点に上っています。2対1、レフトから。そしてね、この2番の柳田が、もうこの苦しい苦しい中でね、シングルスになるために。ブロック2枚、3枚使われるのはもう仕方がないですね、柳田君ね。落ち抜くしかないですね。この第3セットまでのアタック決定率が50本打って21本決まった 42%。だいぶ上がってきてますよね。そうですね。はい、あれだけブロック使われて 40% というのはなかなかのもんですよ。そして鎮西はこの4番の木原が今日はいいですよ ね、まあ、この柳田がね50本打ってるっていうあたりもびっくりですけどね。いいですね、はい。さあこの4番の木原も今日は当たっています。今日は非常に好調です。鎮西、柳田、3枚ブロック、その間を抜けていきました。はい、さあ、ね、完全に柳田のスイッチが入りました、はい、そうですね。今リベロレシーブ入ってますけど弾き飛ばしましたね。そうですね。ああ、そしてこの後ろに回ってもこの人はジャンプサーブがあります。セッターに帰った、時間差絡めてくる。5番のヒグルマを使いました、はい、第3セットの途中からヒグルマを使ってますよ ね、はい、今もヒグルマがノーマークで打てましたからね、はい、やっぱり田尻君がやっぱり分かってますね、相手のブロックシステムを。非常に田尻が冷静ですよ ね、はい、全日本高校選抜のメンバーです。セッター2番の田尻、チャンスボールになる。田尻はどうする。1番の村上を使ってきました。この村上を使ったりヒグルマを使ったり、はい、うまいですね、はい、本当に。あ、もうブロックの方が絞りきれません。田尻君が支えてますよね、攻撃を。そうですよね、田尻は本当に上手くなった、佐藤監督もそう話します。関田、センター線お返し、レシーブで拾っています。これはセンターに帰りません。木原が打って、関田が迎えに行く。さあどうする、ライブからブロック、ブロックで抑えました。鎮西のブロックはトータルで13本目ということになりました。いいですね、はい。さあタイムアウトは東洋です。6対3、鎮西リードは3点です。セットカウントは2対1、東洋にはもう後がありません。もう1セットも落とすことはできないんです。この柳田のスパイクで6対4です。柳田正弘、昨年の3月の選抜大会では全国制覇を果たしました。しかしその後はこのインターハイでも慶商業に敗れた。そして国体ではまさかの初戦で敗れました。まあ、順風満帆というねわけではないんですよ ね、 そうですね、この柳田はね、はい、苦しい戦いが続いているみたいですけどね、はい、そういった苦しい戦いを戦い抜いてもっともっと素晴らしい選手になってもらいたいです ね、国体の後では右膝を痛めて1ヶ月練習することができませんでした。この春高バレーはともかく自分にとってリベンジの大会、そんな風に話します。バックから打ってくる、僅かに外れました。ディフェンスの形はでもいいですね、はい、
日車くんが今スパイク何本か打ちましたけども、やっぱりその東洋高校は日車くんのマークを薄めにしてですね、はいはい、その他のサイドの、木原くん、池田くんを中心にマークするという形にしてますね。そうですね、関田、時間差を絡めてブロック、この辺りは読んでいました。8対5、8対5、3点、鎮西がリードして第4セット、テクニカルタイムアウトに入ります。今回集中度、一点一点集中してやって、分かったか、はい、一番後に岩橋と柳田しかないからな、あとは打ち切れてないからかな、やつから、いいか、あの2枚だけ集中して、感じる、はい、甘くなんだよ、まず、狙いが甘くなんだ、絞りだな、3点をリードされて東洋テクニカルタイムアウトに入っています。後ろから後ろから2番の柳田、はいですね、前衛3枚あると、はい、柳田のバックスパイク来ますね。そうですよね、1枚ですからねブロック。あ、東洋はここまで5点を柳田で取っています。6点中5点を柳田で取っています。センター線ですがこれはちょっとありません。ワンタッチはワンタッチはありません。ポイントが東洋で8対7、鎮西リードは最小得点1点に変わります。高野監督、今年で監督のからの引退を表明しています。名将が愛した大会最後の春高、あっとこれで8対8の同点。畑野監督が同点に追いつかれてタイムアウトを取ります。ミスで点数をやらんようにてね、いいか、仕事や仕事、バイバイ、近づいたら冷たくなる、ちょっと冷えてダメ、まともにしたから来るから冷えて冷えて乗るよ、こっから乗るよ、乗っていけよ、乗って、さあ8対8の同点、センター線1番の村上、これで鎮西が一歩前に出ました。9対8です。いいですね、はい、田尻君落ち着いてますね。そうですね、東洋高校とは対照的にいろんな選手が打ってきますからね。そうですよね、はい、さあ関田は誰を使うかな、ライトから、はい、1番の岩橋です。打ってますね、はい、この岩橋がね、この東洋の中では調子がいいですよね、はい、そうですね。ただ先ほどのテクニカルタイムアウトの時に、鎮西高校のコーチ清水コーチがおっしゃったんですけども、はい、東洋は岩橋、柳田中心だからもう2人マークしに行けというおっしゃったので、ね、それをやっぱり読まれてますんで、東洋高校の方は他の選手もね、ちょっと頑張ってもらいたいですね。鎮西、はい、のスパイク、エンドラインいっぱいに決まりました。4番の久木原です、はい、まあ、村上、久木原、池田も当然ですが、そうですね、これに日暮の間に入ってきてね、日暮の入ってくるとね、本当に絞れないですね、絞れないですね、はい、10対9、鎮西が1ポイントリード、キューで返す、はい、いいですよ。12番の神田正宏、この神田の成長がチームの戦略アップに大きくつながっている。関田ですね、あ、関田ですね、はい、失礼しました。関田のこの成長がチームの成長に大きく結びついている、北畑監督はそういうふうに話します。池田ブロック、はい、ブロックで止めました、いいですよ、はい、11対10、はい、今ここ鎮西高校全員2枚ですからね、はい、その2枚の攻撃を3枚のブロッカーしっかりとマークできてますね。そうですよね、はい、11対10です。
東洋が1点をリードしています。田尻レフトから、はい、いいですね、はい、田尻君非常に冷静ですよね。冷静ですね、はい、ブロックの低い接着のところを狙ってますからね、はい、サイドから福山を使ってきました。11対11同点ネットイン、はい、こちらもいいですよ、はい、サイドアウトサイドアウトという展開になっています。4番の手塚を使いました、はい、いずれ柳田君に頼る場面が出てくるでしょうからね。それまでなんとかあの他のプレイヤーでどんどん点数を重ねていきたいですね。はい、サーブになりました。しかしこれがつながっていくのが鎮西のしぶといところ。セッター時間差絡めてくる。ちょっと時間差やめた方がいいですね。そうですよね、はい、あまり意味がないですね柳田君の時間差は、ねはい、そして鎮西が切り返してこれで12対12の同点。時間差はもうブロックがついてる、完全にもうついてますね、はい、もうクイックに全く反応してませんから。そうですよね、はい、ミスミスはブロックのいるところに切れ込んでいくようなもんですからね。そうですよね、はい、12対12同点です。東洋にはもう後がありません。第1セット第2セットは鎮西、第3セットは東洋が取り返しました。セットカウントは2対1。第4セットレフトから柳田ブロック、柳田が捕まった。そうですね、13対12。もう完全に鎮西のブロックがですね、はい、レフト側にデリケートしてる、もう専念してるんですよ、はいはい、並木君の、打数が少ないので、もう柳田君3枚いっちゃえっていう感じですよね。そうですよね、あ、今じゃいいですよ、はい、こういうのを並木見せとくといいですよね、はい、これ3人寄っていますね。そうですね、はい、13対13同点。もう後がありません。東洋です。サーバー12番の関田、関田のサーバーいいんです。田尻これは返った。このキャラがなかなか止まりません、はい、14対13ですね、はい、ブロックついてもしっかり弾き飛ばしますからね。そうなんですよね、まあ、戦略的に鎮西が点を取っている部分もあるんですが、今日はもう単純にこのキャラが今日はいいですよね。いいですね、時間差決めましたね、時間差を絡めてきました。今決まったのはでもあれですね、並木君がその前に空中を決めたのがやっぱり意識がありまして、やっぱりそういうことですよ ね、はい、ね、それがあってですよね、はい、だからやっぱり一つ使っとくと違うもんですよ ね、はい、14対14の同点です。強烈なスパイクですが、セッターにボールが戻った。田尻が上げて久木原、うんとタッチテックになりましたか、ね、はい、まあ、しっかり打ってますよね久木原君も。そうですよね、はい、ただ久木原君のスパイク見てますとほとんどクロスですからね、東洋の方もクロス側のブロックに専念した方がいいと思います ね、はい、そうですよね、はい、15対14鎮西が1点をリードしています。ワンタッチを狙ったような感じでもありますが、しかしこれはワンタッチありません。16対14さあ2点差がついたところで北畑監督はタイムアウトを取ります。仕事というのを忘れんよ、ね、甘くなったら点数やるんだよ。いいか、ピッチで行こう、ピッチでブロケット、ブロケット、ブロケット、前に出して前へ、かぶったら吹っ飛ばされるからね、前に出して。他のやつ追っとく、1番と2番だけ行かないと、最後は必ず相手の2人が集まるから、ボールが特に上がりがある。前に出たから他のやつやられていいじゃない。徹底して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 。14、さあ鎮西が2点をリードして東洋はもう後がありません。第1セット第2セットは鎮西が取っています。サイドアウトサイドアウトからこの鎮西が連続ポイントを取りました。後ろから柳田で16対15。このポジションはもうこれでいいですね。そうですよね、全くこの鎮西の方がねブロック、はい、まあ、全くというのはあれですがつけません。そうですね、やっぱり全員3枚ありますからね、3枚のスパイカープラス柳田君が後ろから打ってきますからね。そうですよね、数的優位な状態を作れますからね、はい、東洋高校はピンチサーバー渡辺、あっとサーブ失敗。17対15、
5番の並木をコートに戻します。さあ17対15、そろそろこの終盤の方に入ってきますね、はい、これね勝負どころですよ、はい、久木原のサーブ、関田バックアタック、これをレシーブでしのぐ、チャンスボールになります。関田さあ今度はどこを使ってくるかな、今度はライト、ワンタッチはどうだ、ワンタッチありません、岩橋を使ってきましたがワンタッチはありません。あーこれ東洋苦しい展開になります。そうですね、はい、ともかくこのローテーション回していきたいという東洋ですが、あーこれブロック、ワンハンド上げた、後ろから打ってくるか、はい、よく打ちました、よく打ちました、はい、いやよく打ちましたね、今のはビッグプレーですね、この位置から2段を、はい、打ち抜いてきました柳田、18対16、鎮西リードは2点です。第1セット第2セットは鎮西、第3セットは東洋、東洋にはもう後がありません。レフトから池田レシーブで拾った、柳田が拾いました、そして打ちに行くバックアタック、ナイスレシーブですね、チャンスボールになるか、柳田拾ってどうする、もう1回柳田、また上げましたね、尾形が2回上げた、ソフトバック小橋が上げてレフトから2枚ブロックですが、これはブロックはアウト、いやしかしこれは内を打ったり、しかしひどいボールを打ったり、見応えのあるラリーでしたね、そうですね、今の得点できた音は大きいですよ、そうですね、18対17、鎮西リードは1点に変わっています。田尻センター線使ってくる、村上レシーブだけだ、チャンスボールになる、田尻今度どうですか、もう1回村上を使う、いやを使ってきました、2回使ってきました、ね、相変わらず田尻君のトスワークがいいですね、はい、しかし東洋の方もしかしレシーブが出てきますよね、はいはい、19対17、さあ20点台の戦いが見えてきそうな、そんな第4セット、鎮西が2ポイントリード、関田が上げて後ろから柳田どうだ、ワンタッチはどうだ、あワンタッチはありません、20対17、この展開に来ても柳田で点を取らなければいけません、ね、ここが苦しいローテですね、そういうところは唯一の、はい、これ早く回したい、何とかしてもの回していきたい、時間差から出てくるレシーブで取れません、はい、そうですね、6番の桑織、はい、福平が頑張ってもらいたいですね、はい、20対18、鎮西の方も点は重ねるんですがなかなか点差が2点以上になりません、はい、これもよく粘ってますよ、クバオリに変えて14番石川ヒューガを起用しました、ピンチターバー流れを変えたい、東洋20点台にポイントを乗せたい、20対18、鎮西が2ポイントをリードしています。田尻後ろから、はい、4番だったら今日はこのキャラが止まりません、好調ですね、そうですよね、キャラ君が本当に、まあ、池田という素晴らしい、ね、エースがいるんですが、そのお株を完全に奪ってるようなね、奪ってますね、今日はこのキャラがよく目立ちます。21対18、3点リードは鎮西、このセットを取れば決勝戦ということになるんですが、エンドラインいっぱい入りました、田尻君サーブもいい、そうですね、22対18、このもサービスエースで22対18、さあ東洋がタイムアウトを取ります。2セットを失った東洋が第4セット22対、これで19、3点リードされている展開です。母の監督は今年監督からの引退を表明しています。母の監督にとってもこれが最後の春高ということになります。鎮西、鎮西もそして東洋ももう負けられません。ブロック、はい、来ましたね、柳田君、ここに来て柳田がブロックでポイントを重ねていきます、はい、22対20、
何かして点を取ってくれる選手ですよね。そうですね、本当にブロックも超一流ですからね。そうですね、はい、22対20、さあもう後がありません。前には池田もいる。池田開いてマッツリがバックアタックを使ってくる。今日は4番のこの木原が、はい、もうあそこしか打つとこないっていうようなところ打ちましたね今。そうですよね、3枚ブロックつきましたからね東洋も。23対20です。さあ柳田はこの準決勝で終わってしまうのか。昨年3月の選抜の優勝チームネットに近い。そうですね、あ、そうですね、新勢の方にミスが出ました。23対21、東洋は逆転してこのセットを取ることができるのか、ファイナルセットに持ち込むことができるのか。23対21、新勢は決勝のコートまであと2点、なんとかしたい東洋です。スタンディングから打ってくる。木原ワンタッチを取っている。さあセクターどうする。柳田クロス、柳田に22点目。石川君が入ったらリズム変わりましたね。そうですね、しかし柳田がここで22点目を取ってくる。ここで春野監督はタイムアウトを取ります。さあ23対22、鎮西リードは1点、東洋が1点差までね小林さん、はい、詰め寄りました。やっぱり柳田君でしょうね、元丹波のエース、はいはい、この土壇場のエースがこのゲームをこのセットをひっくり返すことができるのか。23対22、さあ同点にしたいですよね。はいですね、10番サーバー12番の関田、非常にサーブのいい選手、まずはサーブで崩したいんです。そして前にはこの2番の柳田、はい、田尻君どこ上げますかね。どうするか、田尻に帰った。田尻どうする、センター線使ってくる。真ん中から12番の福山、決まり続けてますね。そうですよね、はい、24対22、さあマッチポイントを迎えました。鎮西優勝の決勝のコートまであと1点です。さあ土壇場のエース、崖っぷちのエース柳田、さあどうする。関田レシーブで上げる、つながった、コートに帰る。関田後ろから柳田、これもワンタッチかけてレシーブで上げる。スパイクがバナナがブロックで伸びてくる。24対23、はい、勝負ですよ最後。もう勝負ですよこれね、はい、さあ6番のその前に熊織をコートに入れて柳田がバックに下がりました。ジャンプサーブ、この人の強烈なサーブがあります。24対23、さあ同点にしてディースにしたい柳田、渾身のジャンプサーブ、最後は東洋のコートにボールが落ちました。第1セット第2セットは鎮西、第3セットは東洋が取りました。第4セットは鎮西が取ってセットカウント3対1、男子の準決勝鎮西が3対1で取っています。決勝のコート、決勝のコートには鎮西が駒を進めるという展開になりましたという試合だったんですかね、はい、小林さんどういうふうにご覧になりました。もう柳田君対策のできていた鎮西があっぱれですね。そうですね、はい、サーブブロックレシーブとトータルディフェンスで、もうかなり柳田君の対策できてましたね。そうですよね、まあ、今年限りで引退を表明されている鳩野久雄監督、名勝負のかけた罠、恐るべしですね、これね。もう作戦通りじゃないですかね、畑野先生、はい、しかしその中でもね、この柳田がね、はい、このブロックをぶち抜いていくその息は良しというね、はい、しかし将来本当楽しみですよね。そうですね、もうほぼ完成されてますけど、はい、まだまだ荒削りな部分もありますからね、今後にかなり期待が大きいですよね。そうですよね、はい、さあそして鎮西もね、はい、あの池田という素晴らしいアタッカーがいるんですが、はい、この池田が今日は目立たないくらい4番の木原、あるいは1番の村上という ね、はい、やっぱそれをコントロールした田尻君のもうファインプレーですよね、はい、さあこの鎮西が、ま、昨年3月の選抜は準優勝、決勝のコートで涙を飲みましたが、はい、いやこの鎮西がこの畑野監督の最後の春高でね、そうですね、かける思いをね、はい、はい、
なんとかこのコートで表現してもらいたいですね、鎮西高校。そうですよね、この名将畑野監督、この最後の春高を最も名将が愛した大会で、この最後の最後の決勝のコートに駒を進めています、解説は小林敦さんの解説でお伝えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。見事決勝進出の夢を叶えました熊本県代表鎮西高校畑野久雄監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。まず今のお気持ちを教えてください。そうですね、明日がありますからね、嬉しいけど明日のことも考えてます、準決勝のこのカード、前回の大会と同じマッチアップになりました。そのあたりは今日どんな戦いを挑もうと思っておりましたか。いや、柳田東洋ですからね、柳田君にはちょっと勝てないかなというそういう気持ちでおりました、そんな中で2セット以降エース柳田君を止めたあのブロック、どんな指示が与えられたんでしょうか。お知らせします。そうですね、もう前に出して、彼は肩が強いもんだから上に上げただけでは、吹っ飛ばされますからね、だから前に出せ前に出せって言った、彼の方が意識してくれたんじゃないかと思ってるんですけど、そんな中でエースつながりでいうと池田君も今日は本当に頑張り、池田君も本当によく頑張りました。池田の方も向こうに潰されてましたね。久木原が頑張りましたよ、池田が通らん中で久木原がバックアタックをよく決めてサイドアウトを取ってましたからね、今大会はそんな中で監督にとっても一つ思い入れの深い戦いになると思います。決勝戦に向けて最後に意気込みをお願いします。大村工業さんにしても東亜にしても力がありますからね、今日しっかり見せて、そしてそれに対応したいと思ってますけど、明日も頑張ってください、おめでとうございました。鎮西高校キャプテン池田純平選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今一つほっと一息つきましたけれども、決勝進出今のお気持ち教えてください。ですね、決勝に出場できたっていうのは本当は嬉しいんですけど、今日のプレーはもう本当に最悪だったんで、本当気持ちを切り替えて明日また頑張りたいと思います。最悪だったという具体的な部分どういったところになりますか。そうですね、やっぱり決めるところで決めてないし、やっぱりレシーブに関してもやっぱりミスが結構出てたんで、やっぱり本当みんなに助けられた部分が大きいと思います。ただ伝統のこの黄色いユニフォームを再び去年に続いて全国決勝の舞台に持ってきました。この1年間池田選手にとってどんな戦いだったんでしょうか。そうですね、本当にもうこの黄色のユニフォームが本当自分は憧れで、本当これで全国で戦えるっていうのが本当嬉しくて、その思いを明日思いっきりぶつけたいと思います。そして同じエースともに日の丸をつけて戦いました柳田君に勝ったこと、このことについてはいかがでしょうか。本当正直嬉しいです、必ず勝ってみせてっていう言葉がありましたけれども、彼の分まで決勝の舞台では、そうですね、マサの分まで本当に頑張って明日は絶対優勝したいと思います。そして鎮西を長く引っ張ってきた監督に対して明日はどんな自分たちのプレーを見せたいですか。やっぱり今までこれ教わってきた全てを明日出し切って、最後は胴上げできたらいいなと思います。頑張ってください。お疲れ様でした。ありがとうございました。東洋高校キャプテンの柳田正弘選手です。お疲れ様でした。そうでした。最後は自分のスパイクでなんとか鎮西の背中を追いかけ続けました。どんな気持ちで戦い続けましたか。いやでも今回の今の大会はやっぱり自分の決定力不足っていうのが大きな範囲だと思うので、
まあ、改めて自分の未熟さというか、まあ、不甲斐なさが分かった試合でした。鎮西の強さ、どういったところに一番感じましたか？やっぱり高いブロックと攻撃力のあるスパイクでどんどん攻めてこられたので、それで自分たちがそれに対抗できなかったというところがやっぱり反映だと思います。ディフェンディングチャンピオンとして臨んだ今大会、ただ柳田選手にとってはなかなかチームの故障者もあって思うようにいかなかった点が多いと思います。そのあたりについては1年間振り返っていかがでしょうか？いやでも故障者とか出てもやっぱりチームのムードは変わらなくて、いつも明るいところで練習させてもらったので、すごいチームには感謝してます。ライバルである鎮西の池田選手との対決になりました。彼の存在というのはどのように映ってましたか？鎮西の中でもひときわ目立っている存在でしたし、自分の中でも意識せざるを得ない存在だったので、まあ、自分たちがそこに負けたので、まあ、悔しいですけど優勝してほしいと思っています。そしてこの大きな体育館にこだました柳田選手への大きな声援がありました。今振り返ってみてどんな思いを見上げてきますか？やっぱり去年からたくさんの、まあ、去年からだけじゃないですけどたくさんの応援をいただいて、まあ、こうやってセンターコートにも立てたと思っているので、そういう人の応援の気持ちっていうのを感謝して、そういうの思いを忘れずにもっとバレーで上手くなっていこうと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。リベンジ果たしました。負けてるんで明日優勝します。イエーイ。また本当やつやぞ。